中村隼人と福寄せ野党大門の歌舞伎アワー。今夜のお客様は歌舞伎俳優中村隼人さんでございます。私がですね、10年前の納涼歌舞伎で落ち窪物語で拝見して以来、ご引きさせていただいておる歌舞伎俳優さんでございます。この時間はお得で楽しい情報がいっぱい、地域情報サイトマイプレの提供でお送りします。皆さんこんばんは。1月25日木曜日夜8時でございます。さて早速ご紹介をいたしましょう。今夜のお客様は歌舞伎俳優中村隼人さんでございます。こんばんは。こんばんは。改めましてよろしくお願いします。中村隼人です。ありがとうございます。浅草歌舞伎終演後のお疲れのところお越しいただきまして恐縮でございます。とんでもございません。ありがとうございま す。今月ご出演は、浅草公会堂での新春浅草歌舞伎ということなんですが、ここにつきましてはですね、2週お出になっていただくので、来週お伺いさせていただきたいと思いますので。わかりました。はい。まず1週目はですね、これまでについてと、また、はい、昨年の11月30日に30歳になられた、はい、その思い率直に、どんな感じでしょう、30歳。そうですね。はい、でももうさっき、オープニングでお話になってて、ちょっと懐かしいなと思ったんですけど、10年前の落ち窪物語。そうなんですよ。納涼歌舞伎ですよね。はい、納涼歌舞伎です、ね。あれもう10年経ちますか？そうです。僕もちょっと調べたんですが、平成27年、はい、2015年ですから。2015年。はい。あれちょうどワンピース歌舞伎やってるぐらいですよね。そうですね。ですね。そうですよね。それで、隼人さんは21だと思うんですけど、はい、10月。そうか。歌舞伎座で、すごくないですかね、はい、21で。21で。結構な、お役でしたよね。和製シンデレラみたいなね。そうそうそう、ね。感じの役で。びっくりしました。したけどね。いや、まず、あれから10年経ってるのっていうのに僕はびっくりしたんですけど、うん、まあ、とりあえず30になった心境っていうのは、うん、正直、うん、自分の中で何かが変化あったかっていうと、はい、まあ、あんまり実感がないっていうのは一つなんですけど、ね、はい、やっぱり、もっと30代って大人だったイメージがある、うんうん、あ、自分がなんと10代20代の時の30の先輩たちってなんかすごいもっと大人な感じがしたんですけど、うん、はいはい、10代20代の今の子たちに僕らは大人に見えてるのかなっていうのはあります、はい、そういうこと。つい、おとといぐらい、隼人さんもほら憧れてらっしゃる大谷翔平さん。ああ、はいはい。憧れというか、まあ、違いましたっけ、尊敬というか、尊敬、尊敬、かっこいいなと思って、そう、はい、野球なさってますしね、隼人さん。うち、我々同郷なので、あ、そうですよね。岩手なんです、はい、そう、自慢。そう、おっしゃってました、大谷さんも。この、なんか子供のまま大人になっちゃったかな、みたいな。でも、あの感じが素敵ですよね。でもね、ほぼほぼ。どういうことですか、ほぼほぼって。なんかこう、少年、の要素をお持ちのまま30代になられたみたいな。ありませんかね。確かに。でもなんか、僕はある種、うん、その少年の心というか、うん、その無邪気さを、うん、童心を忘れないようにしようとは心がけてますね。うん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 、なるほど。やっぱり。それって具体的にどういう？具体的にどう？なんか、物事を、例えば知らないことだったら、うん、はい、いろいろ聞きに行ったりとか、うんうん、したりとか、はい、なんでしょうね、殻に閉じこもらずに、うん、とりあえず周りとコミュニケーションを取って、うん、まあ、可愛がられるようにじゃないですけど、うん、いろんなことに興味を持って、はい、興味を持ったことは怖がらずに説明聞きに行ったりとか、うん、どういうことでこうなってるんだっていうのは、うん、はい、やっぱり、うん、そういうようなことを、うん、は大事にしてますね、うんうん、そうなんですね。そうすると周りの先輩の方々もこう親身になって教えてくださったりとか、うん、っていうことがどんどん、うん、芸能なんていうんですかね、構築、ね、につながって、やっぱり最近僕言われてちょっと、うん、あ、そうなんだと思ったのが、とある、まあ、うん、座頭の先輩に、うん、が僕の同い年の俳優に、はいはい、隼人ってああいう子だって知らなかったって言ってたんですけど、どういう印象だったんですか。まあ、やっぱりもうちょっとその、はい、まあ、ここ最近の舞台で言わせていただくと、うん、結構座頭だったりとか主演の役をさせていただくことが最近ありがたいことに増えて、そうするとやっぱり座組が違ってほとんど一緒にならない先輩から見ると、うん、はい、なんかもう結構あれだね、
もう一人前な感じだから教えることない、ないよねとか言ったら悪いかなっていう方にやっぱりシフトがどんどん行ってたみたいですけど、それを中で久々に共演したんでいろいろとお話をしたりとか伺ってたりしたら、え、ああいう感じなんだねっていうことはあの人づてに言われて、あのやっぱこれって勝手に、まあ僕自身も後輩に対してもそうなんですけど、やっぱすごいバリバリ活躍してる人いると、あ、もう後輩というか同志だからあんまりもう言っちゃ悪いかなとか、教えなくていいかなみたいな、そう、教えなくていいかな、まあ、意地悪じゃなくてあるんですけど、まあ、そういうのが、あ、自分にも最近そうなってきたのか、じゃあなおさら、あのコミュニケーション取っていかないと、ダメなのかな。そうですよね。そうすると、あ、こういうことも聞きに来てくれるんだとか、じゃあ教えようかって先輩方も思ったりとか、でも僕らがな、例えばこの内久保の隼人さんからを拝見してると、なんでしょうね、もう数々座頭なさってても、なんかそういう印象はやっぱりファンの皆さん受けてないかもしれませんね。あ、なんかいつもこうなんかこう先輩先輩って言って聞きに行ってる、なんかほんわかな、俺はもう大丈夫みたいな雰囲気は僕らは取ってないんですけど、でもよそで座組が違うと本当に全く見る機会もないし、っていうことがあるんですよね。お客様の方がこうがっつり拝見はしてたり、インタビュー記事拝見してると、なるほど、そういう意味で少年の心を、そうですね、忘れちゃいけないんじゃないかなと、はい、そんな中で、歌舞伎とは違う、舞台に昨年大変大きな公演でプロジェクトでございました、はい、巌流島に、はい、2月10日から3月27日ということで全国6カ所ご出演になってますけど、この巌流島に取り組まれた思い、感想はいかがでしょう、終えられて。いやー、もうこれ実はですね、僕歌舞伎以外の舞台、これだけ大きい作品に出させていただくのって初めてだったんで、まあ、ある種1年生のような感じで臨ましていただいたんですけど、周りの共演者が、横浜流星くんをはじめ、ほとんど同級生、同世代の人たちと集まっての公演だったんで、あのすごいあの刺激ももらったし、でプライベートでも仲良くなって、いろいろなことをあの語れる仲間ができたなっていう公演ですね。なるほど。あのお稽古自体はやはり歌舞伎とはもう結構違う。そうなんですよ、僕ね、あ、でも、はい、歌舞伎とちょっと似てる作り方だったんですよ。あ、そうなんですね。なぜかっていうと、普通の舞台はまあ演出家さんがいて、まあとりあえず一幕一場から稽古を始めていって、まあこういうイメージだから動いてみてってやる演出家だったりとか、割とガチガチに固めて、ここはこうしてほしいからって言って、新幹線の、演出家さんとかはそうなんですけど、割ともう演出家が動いてくれちゃって、全員の動きをやってくれちゃって、それにみんな真似てやるっていうのがあるんですけど、堤幸彦さんが今回演出だってすごいのが、全員、代役を立てられるんです。ほう。で、僕らが稽古入りする10日ぐらい前から代役稽古を始めるんです。そうなんですね。僕らが主要キャストが行った時には、さあご覧くださいっていうことで、巌流島が代役キャストで始まるんです。すごい、稽古場で。それはすごい。そう、それで、もうこの役は小次郎は、佐々木小次郎はこうやって動いてほしい、武蔵はこうやって動いてほしい、こういうふうにやってほしいっていうのを全部見せつけられるんです。だから焦るんですよね。いや、確かにそうです。もうみんなセリフも完璧に入ってる、いわゆる、まあ、アンサンブルというか、アクション部みたいな人たちが、みんなで作り上げたものを僕らが見て、それをまず超えなきゃいけないっていうことと、やっぱりみんな10日間2週間ぐらい稽古してきたであろうから、やっぱりちょっと対抗心というか、僕はこうやってたけどねってあったりして、なんかそういった感じでした。あ、聞かないですよね、あんまり。聞かないです。だから僕、あの実は堤さんの作品には、あの真田丸で勘九郎お兄さんが前に、10年前に出てたんですよ。で、勘九郎さんに聞いたら、びっくりするよ、本当に。でもね、歌舞伎役者の僕らからするとね、あの慣れてるからいいかもって。なるほど。ああ、逆にもうやったことがある人がいて、いわゆる再演というか、演じるっていう、それを見て自分なりにこうすればいいやって、そうそう、ブラッシュアップしていくっていう。なるほど。そういうとこが歌舞伎と、まあ、似てたり、まあ、結構似てた。ただ期間的には、まあ、スーパー歌舞伎とかは長いかもしれませんけど、
全然違うスパンでお稽古なさってますか？そう、がっつり、1ヶ月ぐらい稽古しましたね。もう飽きちゃってね、稽古がもう歌舞伎大体 3,4 日から、ね、だってヤマトタケル、来月のヤマトタケルの稽古、僕は、20日から始まるんですけど、そうなんですね、2週間で初日ですよ。もうで台本来たのが昨日っていう、もうどうしたらいいんだって感じですけど、18日の収録なので、はい、僕もできり始まってらっしゃるのかと、まだなんですね。そうなんです、もう始まってたらこのラジオに伺えなかったちょうどよかったです。ありがとうございます。こちらこそ、はい、いや本当にそういうものなんです。ただ、来週お伺いしますけど、はい、猿翁さんの舞台もあるしということでの、はい、なるほど、そこがまたそうですね、巌流島、うん、じゃあもうそのなんでしょうね、もうアンサンブルの方々がなさってるのからどん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 自分の中でイメージしていって作っていく、でそれもまた直してくださるということですね。そうですね、うん、まあ動きはこういうことだよ、大体こういうふうにやってほしいっていうのを、まあ踏まえて自分なりにやっていくっていうところで、まあ僕自身はそんなに違和感なくスーッと入っていけたかなっていう感じですけど、やっぱり役者さんの中には全部自分で作りたいし自由に動きたいのに制限があるって言って思ってる方も多分いると思うんですけど、やっぱりこれは芝居っていうのは演出家のものだと思うのでね、全体見てそうですね、のこう背景の画像がこう動く中で役者さんがいるっていうのは、はい、なかなか難しいところもあると思います。そんな中でまた、うん、歌舞伎以外にお出になっているという、もうこれは大好評でございました、はい、大富豪同心シリーズ、ありがとうございます。本当に2019年から1、はい、2021年が2、そして昨年が3ということで、はい、ありがとうございます。もうこれも本当主役で、そしてもう大勢の豪華なキャストの方々でしたが、はい、そうですね、もう楽しいお時間でいらっしゃいました。いやでもね、最初にまあ本と言いますか、うん、まあ、こういう作品だよっていうのを資料でいただいた時に、はい、まあ、時代劇といったら、うん、まあ、僕は鬼平犯科帳だったり、うんうん、眠り教授だったり、はい、なんかそういうかっこいい主人公像があって、うんうんうん、はい、最後、ラスト10分は立ち回りで悪をやっつけるっていう感じだったんですけど、はいはい、いざこの大富豪同心シリーズ見たら、うん、気絶一番大事なところで気絶しちゃうの、どうすんのっていうね、確かにことで、そうですよね、この時代劇大丈夫かなっていうのは思ったんですよ、はい、だから今までになさすぎたから、はい、前例がなさすぎて、そうですね、でもなんか、うん、それを、うん、いろいろな方に、うんうん、の尽力のおかげでさせていただくことがあってなかったからこそ、本当みんなが、うん、まあ、ちょっとね、今いろんなことが多すぎる現代社会ですから、うん、切ったりとかいうことよりなんかもう本話が終わってくれると、うん、そう、ストレスがないというのが時代にドンピシャリといったのかなと思いますけどね。そうですね、まあだからちょうどいい時に時代の変わり目といいますか、うんうん、はいはい、にさせていただいたのかなって。そうですよね、はい、それがだって1回目が良くなければもちろん続かなかったわけですもんね。まあね、ありがたいですね、うん、皆様の好評の、ぜひぜひ皆さん、またねこれからもあれば応援をしていきたい、あることを祈って、いや本当ね、本当もう長羽織が本当長いのがやっぱ隼人さんお似合いで、あ、はい、そうです。あれ、これ何の曲ですか？え、これもう終わっちゃうんです。あと早い、そうなんです、早い、あっという間だ、あっという間です。ということで、まあ私もちょっと踊りをさせていただいてたというかなので、うん、もう二人ワン級をですね、もうこれ一昨年になりますが、舞踊公演で踊られてということでございますが、はいはい、本当もう例えば仁左衛門さんとか團十郎さんもそうですし勘九郎さんもそうですけど、本当こうさっとなさる、そして天王寺屋さんのようなこう動きの早いものと、うん、そうですね、隼人さんの新しいワンキューズをお作りになったなと感じてるんですけど、ご自身踊ってみていかがでしたか？うん、いや、まあこれは新しいというよりも、うん、まあ片岡仁左衛門さんの世界観、うんうん、これをと教えていただいたっていうことですかね、うんうん、まあ、振り付けは藤間の御宗家なんですけども、うんうん、やっぱりおじさんがおっしゃってたのは、はい、ニワンキはすごい、天王寺や、富城のおじさんと、うん、ジャクヤマのおじさんがなさるやつは、うん、結構2人とも踊れて体が効くんで、うん、結構すごい踊りちゃちゃくるんですけど、うん、やっぱりこのワンキューっていうのは、うん、幻想的な世界でやるものではないかっていう玉三郎さんと仁左衛門のおじさんの考えのもとでやったので、またちょっと違った雰囲気になりましたね。そうですね、本当に幻想的な、はい、素敵なイニワンキューでございました。ありがとうございました。では皆さん、また来週でございます。詰め込みましたねこれ詰め込みました。一緒にこれを言っていただいて、わかりました。せーの、大きに。
この時間はお得で楽しい情報がいっぱい、地域情報サイトマイプレの提供でお送りしました。